年季は明けても食えなければいつまでもかじりつき、しがみつき、死んでも離れないつもりでもあった。ところへ突然朝日新聞から入社せぬかという相談を受けた。担任の仕事はと聞くと、ただ文芸に関する作物を適宜の量に適宜の時に供給すればよいとのことである。文芸上の十作を生命とする世にとって、これほどありがたいことはない。これほど心持ちのよい待遇はない。これほど名誉な職業はない。成功するかしないかなどと考えていられるものじゃない。博士や教授や職人官などのことを念頭にかけて、